本日は 2018MSI プレインステージのグループ Day4 の模様をお送りしております。さあこの後は原稿カブーム e スポーツ VS ペンタグラム、こちらの試合をお届けいたします。まずは、まあ、ペンタグラムとしては、まあ、1試合目して20分以前はしっかりと有利を取れていたので、まあ、彼らなりの形は取り戻したのかなとは思うんですけど、まあ、2戦ゴールをつけた際に、まあ、少しゲームテンポを落とそうとして、まあ、そこをスーパーマッシブに疲れる形で一気に逆転されてしまったので、まあ、ゲームテンポを落とす必要は、まあ、今回あ落とした方がまあ彼ららしいって彼ららしいんですけど、まあ、落とすと、まあ、そこを疲れてしまう可能性というのも出てきてしまうので、もう少し有利を取ってからでもいいのかなと思いましたね。まあ、勢いに負けてはいけないというところですね。そうですね。あ、それで失礼しました。ゲーム4ではゲーム3ですね、この後は。カブーム e スポーツですね、はい。まあ、先ほどはザティス選手が大暴れでしたね。うん、ガングプランクはちょっと取らしちゃいけないんじゃないかなと思いましたね。まあ、DPM が1000超えてると31分のゲームで、アルティメットのポジションが毎回完璧でしたね。そうですね。それによって、まあ、非常に高いダメージを叩き出していました。まあ、そうなるとブリンクがないチャンピオンは、まあ、かなりポジションを取り、ポジション取り方が難しくなりますし、そしてその難しくなったところに、まあ、GKN 選手のルブランが突っ込んでくるということで、まあ、AD キャリーのキング選手としてはポジションが全く取れませんでしたよね。ちょっと、まあ、先ほどのゲームでは、ガングプランク、そしてルブランというあたりがかなり気になりましたね。そうなると、まあ、カブーム e スポーツに対しては、まあ、このルブランか、ガングプランクはバンしておいた方が良さそうですね。まあ、ただリヒエブ選手のスレッシュもイニシエイトの仕方良かったんですよね。まあ、ただスレッシュであればゲームも使えます。そして彼のポテンシャルは非常にこの国際戦でもいいというのは分かっています。さあそれではドラフト見ていきましょう。ブルーサイドペンタグラム、レッドサイドカブーム e スポーツ、エズリアル、カイサー、AD キャリーの番からお互い始まりました。ペンタグラムはエズオ番ですか。まあ、チータン選手がエズリアル得意としているというのはあっての番ですね。確かに国内においても、まあ、30% ほどの割合でエズリアルが番されるというほど、まあ、警戒されていると。エズリアルになった際の、まあ、アグレッシブさが他のチャンピオンと違いすぎるんですよね。まあ、かなり混乱してしまうというのもあるので、まあ、バンはしておいた方がいいですね。さあ続いてスウェイン、そしてラカン、この後、まあ、先ほど話したガングプランク、レブランあたりを取るのかバンするのか、そしてモルガナもバンです。バンしないんですね。一つは取れます。どうするかですね。サポートのピックを優先するのか、それとも AD キャリーのピックを優先するのか。ガングプランクバンしましたね。おお、カブミソス自らです。残っているとなるとカミール、スレッシュ、スカーナ、オラフ、トランドル、そのあたりがこの MSI においては、まあ、非常にいい成績を出している、そして、まあ、影響力も高いというところになっています。スレッシュいきますか。いきますか。ロックインです。まあ、ゲン選手スレッシュのパフォーマンス良かったですからね。非常に良かったですね。リヒエブ選手も先ほどはかなりパフォーマンスが良かったというのもあって、まあ、取り上げてもゲイ選手十分に使いこなせますし、キャリーする能力というのも十分にありますからね。さあとなるとカブーム e スポーツとしてはどうするのか。タムケンチで守るのか、それともアリスターで攻撃的に来るのか。もう一度ジンですか。さあまずはジンから。となるとアルティメットを使用して、まあ、先ほどのように分断という形での集団戦の仕方をしてくるかもしれませんね。さあジンもこの MSI において先ほどの試合を含めて確か5勝1敗といい成績を収めています。超 OP ってわけではないんですけどね。そうですね。まあ、ただやはりイニシエートの能力と、まあ、レーニング能力、レーニングの強さですよね。そしてうまく彼を使った時にそのシーンが発揮するというような印象を受けます。そしてアリスターです。強気に来ました。グレイブス、グレイブス、ドランドルも空いていましたが、ここもワンス強気の選択をしました。そして合わせるのはケイトリン。まあ、確かにグレイブスであればトランドルに対して戦えることできますからね。しかしケイトリンを選択したというところでスプリットプッシュで1・4を作るのか、それともここからフロントラインを形成するのか。そしてレンジャーもやる気です。
カジックス、まあ、お互いにジャングラーが、まあ、ダメージの出るチャンピオンというのもあって、まあ、ジャングル内のファイトが多くなる予感がしますね。さあここからバンフェイズ2です。まずはナーから。カミールをどうするかですね。ルブラント、ここカミールの番でもいいような気もしますが、そっちの方が安定するとは思いますね。ここから見せるとすればパズはこれまで多くオンをピックしています。そしてフロントラインやペンタク少ない状態です。カブミスポーツの番、ここはわざわざしませんよね。まずシンドラを消しました。ペンタグラムとしてはここでカミールをバーンをするかどうかですね。ただカミールの相手であればスプリットプッシュが強力になる前の段階ならば十分に先制キル狙えますし、集団戦を起こすタイミングというもの多いですからね。さあペンタグラムのラストバンです。カシオペア、そしてブラッドミア、あ、来ますよね。どうしますか、ライズ、アジール、カルマもありますが、カウンターと呼ばれるチャンピオンは難しいですか。そうですね、いや、まあ、ライズであれば十分に戦えるんですけど、カルマにしますね。まあ、今回そうなるとラムネが旗を初手で持つ、そういうことになるんでしょうか。そうですね、ただラムネ選手がピックしたときは確か旗のビルドをやっていなかったはずなんですよね。ちょっとビルドの構成どうするのかっていうのが気になりますね。あとは相手のトップレーナーが魔法ダメージなのか物理ダメージなのか、ここにもまあ偏ってくるでしょう。さあラストピック、オーンです。集団戦の強化ですね。ペンタグの得意の集団戦の形でいくという結果が出ました。さあラストピック、カブーム何を見せるか。相手のバックラインに対しては飛び込んでいけるのが現在3人です。ジェイスだと思いますけどね、先に見せましたし、ジェイスでドミネート、そしてスプリットを狙っていくということになりそうでしょうか。おっとタリア、トップブラッドですか。面白い選択ですね。これはブラッドでオーンに対してアドバンテージ取れるということでいいんでしょうか。その見解で大丈夫だと思いますね。ただオーンというチャンピオンは、まあ、序盤確かにガンクの合わせっていうのは難しいかもしれないんですけど、ブラッドミアもプールの時間が長いのに加えてノーブリンクチャンピオンですからね。もしオーンの Q をもらってしまえばワンス選手と共に合わせれば一気にキルにまでつながりますからね。カブムイスポーツとしては今回バックラインに飛び込んで、まあ、プレッシャーを与えるのは非常に強力だというところブラッドミアこのシーズンで見せていますが、まあ、大勢で飛び込むというよりかちょっとタリアの壁を使ってうまくそういった陣形を作ろうというような狙いにも見えます。かなり集団戦の形を作るのはカブム e スポーツとしては難しいですね。ジーンのアルティメットとアリスターの WQ ぐらいですか。それこそ相手の後ろに壁を作らなければ、まあ、引くのはそこまで難しくはないように思います。まあ、ボットレーンのこの2人がカブメイスポーツとしては重要ですね。そしてペンタグラムどうでしょう。まあ、スレッシュ取ってますからね、スレッシュのレーンから作っていくというのは必要なんですけど、ただピックしているのがケイトリンなので序盤からまガツガツ当たれるかと言われると当たることはできないんですよね。ただしやはりペースを落としてはいけないというような話もありました。そしてそういったシーズンになっています。だからこそプッシュ力の強いケイトリンをピックしたことによって、As a team, you've come up through relegation. You're now at an international event once again. How is the team dealing with the pressure of knowing you need to win every game? I mean, we approached the day with the optic that at this point we have nothing to lose, but everything to prove. A lot of people saw us as one of the top two contenders in this group with Supermassive. And I mean, if we started the day on the wrong foot, there would be no contesting. So we came here with the optic to play our macro, play our game, and hopefully it transfers into a 2-0 into a suicide match if we get some help from Dire Wolves. Well, good luck in the game today. Hope that you get those wins and we see that suicide match. Thank you. Hi. Hi. すいません、英語は得意としていないので、まあ、よくわからなかったんですけど、ボットレーン、ゆとりもえ選手がプッシュできるチャンピオンをピックすることによって、スレッシュ、このゲン選手がローモできるタイミングというものを多く作り出すためかもしれませんね。
さあそれでは試合の方を見ていきたいと思います。 2018MSI プレイングループステージの Day4、 そのゲーム3です。ペンタグラム VS カブームイスポーツの試合スタートです。あら、国際戦でもこれはやるんですね。いい音ですね。さあそしてワードを置きました。それを破壊することができているのはパズです。ちょっとした経験値のアドバンテージですね。ただ見られてしまいましたが、このままいきますかね。相手のジャングルに入っていきます。パズとワンス、ザンジズも介入しないようです。ただそうなると先日のカブームと BGM のゴールドのグラフも出ていますね。はい、そうなるとレンジャー選手としてはボットサイドに行きますよね。プレッシャーをかけに行きました。ボットレーンのこの2人、ケイトリンとスレッシュがプッシュする構成であれば、この後プッシュし続けるとガンが来ますよね。いや、ワードは置いたんですが、もう入っているという状態までは持っていけません。レッドバフに刺した方が良かったですね。さあレッドのスティル成功です。この後後ろからやってきます。現在ゲンはもやしから少し離れた位置にいます。いや、もう戻っていますか。そしてうわ、この時間レベル2できますがディンケル。さあ後ろからレンジャーがやってきます。そしてとてつもないダメージ、ファーストブラッド獲得はレンジャー。気づけていればというシーンでした。こうなってしまうんですよね。トップレーンとボットレーンにお互いのジャングラーが有利を取れる状況っていうものが、このカウンタージャングルすることによって生まれるんですけど、その際に相手のジャングラーのポジションを確実に把握したいのであればレッドバフにワードを置く必要があるんですよね。そうですね。ただ今回は入るルートというのも、まあ自分の安全のためのも考えて、レッドバフの後ろに刺したことによって結果的にはボットレーンが、まあ、不利を背負ってしまう形になりましたね。さあこれでゲンがダウンしました。戻ってくるまでの経験値のロストもあるでしょう。キル入ったのがカジックスというのがまた辛い点ですね。そうですね。今回お互いに攻撃的なジャングラーを取っていますから 1v1 そういった機会においてこれが響く可能性十分にありえます。接敵しますね。さあレベル差ありますね。さあ前へワンス、レッドバフは持っている状況。さレンジャーここ一度下がります。ワーディングできますね。相手のジャングル内にミッドレーンもラムネがコントロールを取っています。ギフトスカトルはすでに取られていますが、相手のジャングルワーディング今コントロールワードは、いや、トリンケットがもう少しで上がりますね。ザフック当てている。しかしここはまだジャングルは近寄っていません。そしてレンジャーはトップレーンです。ストレートにトップレーン来ましたね。さあパズに対してガンクを行っていきます。 W シールドを張ってダメージを返しながらブリンクアウトです。ガンクを2回行っていることによってまず、まあ、ジャングルを回れていないというのもありレベル差が生まれてますね。このグレブスというチャンピオンはレベル差が生まれて相手に対してオートアタックした際にもとんでもないダメージになるので、このレベル差維持し続けたいですね。サボトレもゲンのこのスレッシュのプレッシャーを生かしてキラ取られましたが、まだアイテムによる差というものは買い物していませんからついていません。プレッシャーを与えていきます。ロングソードを持っていることからもボットレーンが勝ちに行くというのが目に見えてますね。さあ1キルは生まれましたが、その後は静かな立ち上がりとなっています。ただし怖いのはレベル6になった後、このディン・ケドゥのタリアというチャンピオン、 MSI 全く出てきていませんでしたが、やはりロームが得意なチャンピオンです。先ほどもレベル2で動こうとしているようなシーンもありました。いやポジション分かりうわこれはさあミッドレミニオンが邪魔になっている。ダブルスナーはレンジャーを狙っていますがブリンクアウトして先を狙っているのでリバーの方ワンスに寄ろうとしているんですが、ダブルが届きました。ディン・ケドゥのスキルセットからさあ1キル獲得、これはレンジャーです。そしてボットレーン仕掛けていくゆとり回しを狙いに行くタイミング、フラッシュアウト、そしてゲンが素晴らしいフレイによって時間を稼いでいます。ゆとり回しなんとか助かりました。いやナイスガーディアンですね。うまくゲンが守りました。これでサモナースペルがボットレーン大量にダウンしています。ゲンのフラッシュのみが残っている状況か。ヒエブはヘクステックフラッシュはあります。やはりワンス選手のポジショニングがバレていたというのもあって
レンジャー選手としては、まあ、すぐさまミッドレーンに対してガンクを行うことができましたね。さあリプレイです。リコール阻害をしに行こうとしたタイミング誘われていました。もし相手があのポジションで、まあ、ファームをするようなことがあればキルを狙うというのは、まあ、レンジャー選手そしてティンケル選手お互いに考えていたようですね。さあ各レーンの状況としてはトップレーン一度ガンクが入ったこともあり有利というところはザンチンスが持っています。お互いにまだ解放の魔導書イグナイトを持っている状況です。ここで一度リコールはザンチンス。お互いにイグナイトを持っていることによって、レーンでのプレッシャーというものはお互いに変わりませんね。そしてパズのオーンはレーンで買い物ができますからそういった点においてうまく耐えているようです。そろそろマナがなくなりますからね。どこかのタイミングでリコールしなければいけません。さあワンスレベル6です。レンジャーとのレベル差経験差というところは保てています。シエサも大きく47と30につけている。ただし2キルを持っているのはレンジャーです。ボットレーンから作るというのは難しそうですね。アリスターがガーディアンを持っていることからも体力というのもシールドがついてキルに前につながる可能性って低いんですよね。このゲンのスレッシュを使ったとしてもプレッシャーをかけるのは難しいんではないかと。そうですね。そうなってくるとロームというのが一つの手段になりますがどうでしょう。そうなるとロームをしてもいいんですけど、そうなるとワンス選手そして、ゲン選手が連動して相手のジャングルにワードを刺しに行かなければいけないんですよね。おっと狙いに来ているぞ。レッドバフは取れましたがそのタイミングフラッシング、これはヘクステクラッシュを使って後ろから回り込みました。ヒエブうまいプレーです。いい使い方ですね。さあレッドバフ獲得はしました。経験値も手には入りましたがその後すぐさまレンジャーにキルごと奪われました。これでレンジャー3キル目です。このタイミングレンジャー選手ファームはできていないんですけどキルによって、レベル差そしてゴール差というものを埋めすることができてますね。さあインファーナルドレイク獲得はカブム。これ後ろにディンケデが控えてますよ。アルティメットはあります。さあフィナーレ展開このグローバルだ。逃げ道も封じられた。タワー下ゲントリー取り返し2人きりの状況です。さあ4人をかけて仕掛けてきますがフレイ素晴らしい位置、フックはしかし当たらなかった。ランタンのシールドもつけていますがそれでもタワー下1リードトレードに持っていきました。最後はゆとりもやしのキル。カブームはディンケードにキルが入っています。いいプレイだったんですけどね。すでにテレポートラムネ選手そしてパズ選手ともになかったことからもボットレーンのカバーができませんでしたね。ハリアというチャンピオンを生かしていきました。ジャングルの中ヒヤッとするシーンでしたがワンスうまく逃げたか。いやそれでもクラッシンから強引にねじ込んでいきますレンジャー。これで4キル目。ボットレーンに4人見えていたことからもコントロールワードの破壊というのは少し欲張りすぎましたね。さあそしてここでワンスがデッドしている時間を使ってブルーのスティールです。後ろからパズが回り込んでいますがどうでしょう。スマイトはあります。坂井氏の呼び声使ってレンジャーを下がらせました。なんとか追い返しています。そしてその間にラムネがブルーを獲得はいやできていますね。さあブルーのスティールはさせませんでした。アルティメットのパッシブを使ってレンジャー選手としてはうまく逃げ切りましたね。さあこれで大量のゴールドをレンジャー持ち帰ることができていますね。さあリプレイです。先ほどのシーン、レッドバフの湧いているタイミングというのはレンジャー選手よりもカブムサイドは分かっているので警戒するべきだったかもしれませんね。さあここです。フレイのポジションが、まあ、タワーの中にフレイをすることによって、まあ、ポジション修正でゆとりもやし選手サイドに体が寄ってしまったというのが、まあ、なんていうかシステムに負けましたね。うまく弾きはしたんですけどね。さあまずヒエブを狙いにいきます。レベルは6、アルティメットはある状況です。さあここで不屈主を使用しました。3人打ち上げ入っている。横からレンジャーやってくるぞ。さあまずは1キル獲得はペンタグラム。ここはゲンが獲得しています。
ギリギリフックレンジャー選手としては避けましたね。ただしっかりとワーニングしに来る、ヒエブ選手を捕まえることができましたね。さあピックアップからキルを生み出すことができています。さあ相手のサポートがダウンしている状況下ですが、このチータンをおとりにレンジャーをおびき寄せるような動きです。見えていない。ただし後ろにはワンスもやってきているぞ。さあまずはゆとり戻しを狙いに行く動き。この孤立ダメージ、クラッシュアウトは間に合っている。ドットダメージ、いや最後フィナーレ届いた。当てていきましたチータン、素晴らしいスキルショットですね。あの隙間を、そしてミッドレーンからはディンケドゥ、アルティメットもある状況です。ここは無理せずタバを狙いに行きますが、ミニオンは少ないぞ。コラテラルダメージでウェーブクリアも間に合いました。1キルの獲得。そしてフック、ランタンで引き電話に引き寄せた。たまらずチータンフラッシュアウト。そしてディンケルはまだ帰っていなかった。そのまま攻めに来る。壁があっては逃げられない。2キル獲得、カブームイスポーツです。ウィーバーボールを使用していなかったことによって、戻り始めてたんですけど、そこから反転をしてくる判断を見てすぐさま戻ることができましたね。これを見てラムネはミッドのタワーを叩いていますが、やはりタリア壁沿いに歩けば移動速度非常に速いです。ミッドレーンのタワー守るのに間に合いました。そしてこれ今レンジャーには詰めましたか。いや一応チータ選手にも2人に入りましたかね。そうですね、2人に入って375ゴールドをこの2人で分け合ってますね。さあボットのファーストタワー、そしてアウタータワーの破壊はカブームイスポーツです。カジックスがかなり凶悪な存在になってますね。ウォーリアーエンチャント完成、そしてセレイテッドダークも持っています。こうなるとカジックス怖いんですよね。アルティメットで目に見えない状態で走ってくるので、先ほどのボットレーンの物資の仕掛けもそうでしたね。サリプレイ、ここいいフックなんですけどね、はい、ここワンス選手というよりもチータン選手のムーブがうまくて Q を当てることできなかったんですよね。さあゲン、もう一度フック当てに行く。トップレーンザンチスを狙いに行きました。受血ノーズを使っていますが逃げられないか。あと一発だが視界がない、終えることができない。3対1逃げ延びました。ブラッドメアの特性うまく利用しています。スネアの時間を血沼でかわしましたね。フラッシュアウト、いい判断でしたね。おっと、そしてジャンクルの中とてつもないダメージ。そして後ろからディンケル、もう逃げ場がありませんでしたね。もうボットレーンのジャングルは完全に今タワーが破壊されてしまっていることもあって掌握されきってますね。そして、ゆとりもえ選手と、ゲン選手がトップレーンに行っていることからもボットサイドに行くよりは、トップサイドのジャングルのクリープを処理して、自身のレベルを上げる方が良かったですね。さあタワーの割合になっていますが、アウタータワーとインナータワーというところで差があります。まずはトップのアウタータワー破壊はペンタグラム、そのままボットレーン、カブムとしてはインナータワーを破壊できました。ちょっとワンス選手と連動ができてませんね。そしてカブーム e スポーツ15分のところでリードを作れば2018年負けなしですか。いや、リエム選手とレンジャー選手のまずコミュニケーションというよりも連携がしっかり取れているということと、トンネルに行っているぞ、ワードで見えている。そしてフィナーレ展開だ。逃げたとしてもこの弾丸が許さない。最後はレンジャーの継続ダメージによってキルにつながりました。4発目スネア当てますね。プレッシャーがあります。パッシブのスローが重たかったですね。トップレーンのタワーを守っているのはワンス、ただしミッドレーンに人数をかけてきます。 W 級仕掛けてくるのはヒエブ、イグナイトもかかっていますがなんとか逃がすことはできました。ゲンのランタンから、そしてトップレーンではこのザンジスを狙いに行っています。ここはパズとワンス2人で倒すことに成功しています。ただしミッドのタワー破壊していきます。カブームイスポーツ、これインナータワーにまで近づいてきますね。ただこうインナータワーを狙うよりは、おそらくマウンテンドレイクの方をフォーカスしますね。さあマウンテンドレイクにはすでにレンチャーが向かっています。さあフック当てた、ただしヒエブだ、硬いぞ、無理はしません。視界もドラゴン周りはない状況です。レンジャー1人でマウンテンドレイク借り切ることができそうです。このタイミング、このタイミングというのもこの後リコールしたとレンジャー選手のビルドですよね。おそらくドラクサーダスクブレード完成するので、ワンス選手、ドルモヤ選手は大きなプレッシャーかけられることになりますね。まだファームしてますからゴールドを少し足してますかね。さあリプレイ、いいランタンですね。ヒエブに邪魔されないギリギリの位置でした。おー、ああなるほど、トップを映していた間に届いていましたか、チータンの弾丸。ラピッドファイアキャノン、そしてクリティカルが出ましたね。
トップレーンにやってきたのはヒエブ、その後ろにはチータもいます。3人なのはペンタグラム、打ち上げからまずはヒエブを狙っていこき、 W をパズに使ってうまく逃げようとしています。魂の牢獄スローはギリギリ入っていない。カリバネットも届いていないか。最後はゆとり回しでキルを渡すことができました。1キル獲得、ペンタグラム。ナイスキャッチですね。ここをゆとり前選手にキルが入ったことによってビルドが早く進むようになりますね。レンジャー選手のプレッシャーが、ダスクブレード完成してますよ。ここも無理やり入ってきた。いや見えない見えない見えない。さあラムネを狙いに行く動き、ただしここにはシールドがありました。レンジャーはここ下がります。ブルーはラムネに渡すことには成功しています。ただしミッドレーンから追い出されました。忍者旅を積んでいたので、まあ、それほど大きなダメージにはなりませんでした。このミッドレーンから追い出されたことによってこのインナータワー、いやかなりの量削られますね。このレンジがいかに恐ろしいかというのはペンタグラのメンバーの靴を見れば分かりますね。4人が忍者旅です。ゲン選手はゲームを犯さなければいけないポジションにあるの。おお、もう V1 4発目、180ほど残りました。ここをチータ選手アルティメットを持っていたらキル取られてましたね。学ばないのでこれ以上の攻防はできないとはゆとりましも分かっているでしょうが、ここからプレッシャーかけてきます。さあジンケドゥが後ろ、そしてレンジャーも後ろで、さあまずは壁を張ったランタンで助ける動き、フラッシュアウト手前に寄せているんですが、ゆとり回しはブリックができました。ゲームはここを助けるために自陣はデッドしました。そしてワンスがタワー下に取り残される形に、なんとかミニオンのウェーブクリアを行ってはいますが、最後はザンチンス、そのままタワーに向かいます。ゆとりもや選手がキルを、まあ、キルというよりもかなり体力が減っていたので、あの場面ももうトップレーンのアウタータワーはミス、もう捨てるべきでしたね。トップレーンのジャングルの視界というものは完全に掌握されていたので、ミッドレーンのディンケル選手が、まあ、ミワボールをしてきた際に対処ができなくなってしまっていたんですよね。原因判断でしたが、さすがに人数差がありました。ここかなりのかなり、まあ、レンジャー選手が自分のカジェックスの特性を生かしてワーディングをしているというのもあって、視界をまず取り返すことが重要になってきますね。座りプレイ、橋が石畳に引っかかっていたのでランタン中もダメージを食らってしまったんですね。ここからワン選手としてはチータン選手をキル取ろうという判断だったんですが、ミニオンが邪魔でうまくいきませんでしたね。そうですね、グレイブスの弾丸はミニオンがいれば届きません。トップレーンのパーズ選手うまく耐えてはいるんですけど、まあ毎回集団戦に必要なプレイヤーなんですよね。ただしカブームはこのレンジャーと、そしてこのジンケドゥの、まあ、タリアの特性を生かして局所的な小数戦を何度も何度も作り出してくる。そしてまたしても引っ掛けてくるのはヒエブ。ここはワンスクラッシュアウトです。さあフックは狙っていましたが前には出てきませんでした。フィナーレを展開しているのはチータン。プレッシャーをかけてこれはミッドのタワーを狙っている。ゆっくりゆっくりトリガーを引き絞る。さあそしてタワーにつなげていきます。さあミッドのインナータワーの赤にもつながりました。ゆとり回しに一発当たればその後のダブルのスネアが非常に怖い。さあ前に出てくる残りミニは1体だ。このタイミング、パズカジシンの呼び声から狙いに行くヒエブ、そして3人が打ち上げ入った。さらにはフック、まずは1人落とすことに成功している。パズが2人をゾーニングしている状況下ではありますが、それのダメージを出すのが難しいか。ブルザイチータン当たっていますがダメージが足りません。そしてジャングルの中に入ればレンジャーが暴れる。パズアワヤというところでなんとか逃げ延びました。これはワンス前に出てザンチスを狙いに行きますが体力非常に多い。さらにはスネア決まっている。受血の渦の体力は耐えることができていますが、その分ザンチスは回復しました。ミッドレーンにヘラルド、これは時間切れということもあり出したんでしょう。うまく集団戦の形作ることはできていたんですけど、まあ、かなり大きなゴールド差が生まれているというのもあってダメージが足りませんでしたね。ヘラルドもミニオンがいれば止まってしまいますから、タワーまで到達はできそうにありません。ここからカブーム e スポーツとしてはバロンに対してプレッシャーを与えてくるのは間違いないので、ワーディングをしてバロンは攻めてやられないようにしていきたいですね。リプレイです。もうすぐさま、ヒエム選手ヒル取れたのはいいんですけど、この後つながりませんでしたね。やはりCC を持っているプレイヤーがゲン選手、そして、まあ、パズ選手だけとなっているので、まあ、条件次第ではラムネ選手もありますが難しいですね。さあレンジャーゲンに対してダメージを出していきます。
この移動速度の速い、そして見えないレンジャーを捕まえるのは至難の技でしょう。そしてプレッシャーをかけられればそれ以上視界を取れなくなってしまいます。ゲン選手の体力削ったことによってワーディングしに行けませんね。お、しかし当てた、うまいフックだ。そして一気にバースト叩き込む、ゲンのスーパープレイ。ナイスフック。これによって、まあ、レンジャー選手、まあ、キルを多く持っていたということがあって、おお、シャットダウン入りましたからね。さあパズボットレンから寄ってきていました。ディンケンに対してアクションを取ります。アルティメットは間をつるんでしまった。しかししっかりとゲンのフックです。ただしここは複数の石を使って CC を解除。パズが前に出てスローをかけ続けます。さあ残りはあとわずかというところですが、ここでタワー下に寄せる判断、とんでもないぞヒエブ。そしてそれにつなげるのはチーターのフィナーレだ。いや、めちゃくちゃな動きですよ。そしてヒエブは生き残ってますからね。なんて状況判断。そして後ろから斬新数狙ってきます。シレリア発動、3人に向かってアルティメット。しかしこれ2人にしか当たっていません。いや、3人当たっていましたね。ゆとり橋もかかっている。そしてタワー下引き込んでいますが、もう体力がほとんど残っていない。そのままゲンをキルしていきます。そして逃げ延びたゆとりもやしもここで捕まってダウンです。そうです、3キル。そしてインヒビターに向かいます。ラムネ選手がトップレーンのプッシュをしていたんですよね。もうこの時間帯ってここのいるほどの差が生まれているのであれば、集団戦というのも、まあ、グループで動かなければ、まあ、チャンスを作り出すというのは難しいんですけど、リルドもアーデントセンサーですからね。味方に寄り添わないと効果を発揮しませんからね。さあこれでミッドインヒビター獲得はカブミスポーツです。リプレイ、もう仕掛けたタイミングでラムネ選手はトップに向かってるんですよね。ハン選手のアルティメットも思い通りにはいかず、ただこのヒエム選手の判断ですよね。いや、石畳のダメージ、タワーのダメージ全てワンスに集めましたね。あのワンアクション、素晴らしいコミュニケーション能力、そして個人技ですよ。ラムネテレポートはあるんですが、ここちょっとゆとり前選手も無理しすぎましたね。ビルドがあまり強いわけではないので、あそこはすぐサマ下がって流れてくるミニオンをファームするべきでしたね。さあここからスーパーミニオンがミッドに湧いてきます。一気にバロンのプレッシャーが高まりますから、今のうちに視界を取っておかなければというタイミングですが、陣形が何かを狙っているように見える。さあヒエブが前に出る。そしてダスクブレードも持っています。レッドトリンケットも2人が持っていますから、視界というのはあっという間に消されてしまいます。残っているのはラムネのブルートリンケット。ここまで差ができているのであれば、カブム e スポーツとしてはすぐさまバロンを始めて、相手が来れば、集団戦を行い、相手が来なければバロンを取り切るといった自由な判断ができますね。まずは壁を引いて距離を作りました。そしてジンケイドとダンチンスで時間を稼ぎます。パスのアルティメットは入っていますが、その間にバロン獲得です。さあダンチンスがまずは時間を稼ぐためにここでデッド、1キルとバロンの交換になりました。ただミニオンのウェブが流れてこないので、ミッドレーンのタワーの獲得は行えませんね。ネクサスタワーまでスーパーミニオンが流れ込んでいます。スプリットプッシュが得意、スプリットプッシュをするチャンピオンというのもプレイヤーのザンティン選手を落とすことはできたのはいいんですが、ただこのバロンバフ4人持ってますからね、スプリットプッシュをするのをタリアに切り替えればいいだけなので、かなり苦しい時間になりましたね。さあリプレイです。いいボールですね。これでまずラムネの到着が遅れたでしょう。全く近寄らさせてもらえませんでした。アルティメットのポジションは良かったんですけど、まだ全体が後ろであったこともあって、それ以上には繋がりませんでしたね。さあジャングルの中入ってくるのはレンジャー。これはワンス強気に前に出ますが捕まえることはできません。カジェックスのスローが重すぎましたね。そして TGM としては重いスローを持って、重い CC を持っているのはゲンですから捉え切ることは難しかったです。さあ逆に狙ってくるジャングルの中、バロンバフをミニオンにつけながら前に 進んでくるのはカブームスポーツ。今ダニーザンティン選手がスプリットプッシュしてますね。ゴーストもフラッシュも、まあ、サマナスペルが何もないので仕掛けてもいいんですが、いや前に出てきませんね。うまくゲンのフックから1人落とすことができればというようなシーンですね、現状としては。ただカブームスポーツとしても、まあ、そんな甘えのようになるような動きというものはせずに、堅実に堅実に球に対してアプローチかけてきますね。
さあそしてこのレンジャーの後ろからのアプローチが怖い、ヒエブが仕掛けてきそうな、そういった予感もします。さあタワーの隣視界はありません。後ろからラムネがレンジャーの姿を確認したでしょうか。パズも寄ってきます。さあこれスモークスクリーンのスローが入る。パズのエンゲージアルティメットはディンケドゥ、ここはフラッシュアウトで対応しています。チータンの体力は大きく削れている状況、しかしポットレーンで仕事をしているのはザンチンス。集団戦の要となるこのパズ選手のオン、集団戦にいなければいけないんですけど、集団戦に参加するとスプリットプッシュで差を割られてしまうというの、昨日もありましたね。ただしこうしなければチャンスはありませんからね。そうですね。さあトップのインナータワーも破壊されました。バロンバフはまだまだ残っています。フラッシュインからフック、チータン、ここはフラッシュアウトでかわしていきました。もし当たっていればゲーム時間引き伸ばすことはできましたね。そうですね、バロンバフを無駄にさせることができたでしょう。もうそろそろインヒビターが上がるので、このミッドレーンのインヒビタータワーに対して壁上スポーツとしてはアプローチをかけてくる可能性が十分高いですね。さあパズももうボットレーンから離れることができません。さあトップレーンを狙いに行きます。ウィーバーボールからゆとり回しが取り残される状況、そこに対してヒーブが仕掛けます。ここはフラッシュアウトを選択。さあ壁があるのでタワー下で戦うことができない。チャンスにすが後ろからプレッシャーをかけています。パズマウスがここに対応、しかしその間にタワーを削りにいってくるのは壁上スポーツだ。さあインヒビタータワーが割れました。ゆとりもやしに対してダブル Q が入っている。フラッシャーもない。そしてダブル合わせているのはジンケル。素晴らしいスキル精度、フックが合わせてレンジャーを捉えていますが、そこにダメージを出せるメンバーがもういません。ラムネは体力がない状況。フラッシュインから斬新が狙っていきました。ここもラムネは逃げることはできていますが、これ以上の戦闘を続行できません。ゲームエンドも十分狙えますが、3インヒビターを取ってからは大事を取って、リコールしてもいいですね。さあカブームイスポーツ、これで全てのインヒビターを破壊しました。そのまま行きますか。バロンバフは切れています。狙ってますね。さあワンス、取り回しが湧くまで10秒ほどです。スネアをかけている。ゲン CC をかけて耐えてはいますが、このダメージ、最後はジンケドゥがキルを取っていきます。そしてネクサスタワーが破壊。パズがなんとかレンジャーを落とすことには成功していますが、これは時間を稼がれているというべきでしょう。ただしここでアップします、アップします。メンバーが復活しました。ベンダグラムなんとか追い返すことはできそうです。チータもフラッシュはありません。スロー入った。スローが入りました。ブルザイも入ってきている。そしてラムネのダブルのスネアもつながっています。さあ最後はパズがチータンを落とすことに成功です。ここで3キルの獲得になりました。しかしインヒビタータワーはありません。いや、インヒビターがありません。3つ、そしてネクサスタワーは残っている、残ってませんね。残っていません。かなり守るのは苦しい状態になりましたね。ドラゴンを取りに行こうと思っても、ディンケデル選手、ザンティン選手残っているので、それ難しいですからね。さあリプレイ。さあここカブムイスポーツとしては、まあ、前に出るよりはタワーを破壊した方がいいと思いますよね。そうですね、まあ、この後、まあ、パス選手を使うオン、 W の回転、そして Q のスローというので、うまくキルにつな、うまくキルにつなげることはできましたね。ゴールドとしてもかなり入りましたが、ただ全体的に見ると大きな差は広がったままです。スタティック守備を購入したことによってウェーブクリアは優先して行えるんですけど、この後に4人が 5人じゃないですね、5人が攻めてきたときに対処できるかどうかにかかってますね。もうタワーがありません。このタイミング今チータンが離れていますよ。このタイミング1人を捕まえることができればですが、いやカブーム無理はしませんね。体を出すのは必ずこの硬いヒエブが行ってきます。さあダブル Q、 逆に攻撃的に出てくる。チータンのアルティメットレールは届きます。さあそしてジンケドゥがパズに対して CC を使ってくる。パズ硬いのでここはダメージとしては耐えられていますが、何度も何度も CC チェーンがかかってくる。それジャンシンスがもうバックライン飛び込んでアルティメットを展開してくる。狙っているのはゆとり戻しだ。一気に体力が吹き飛んでいく。この強さ、最後はアイテムのアクティブによってワンスもダウンです。そして最後ダブルのスキルを決めてくるのはジンケドゥ。そのままネクサスを破壊し、この試合勝利したのはカブームイスポーツとなりました。いやジンケドゥ選手は普通のメージもうまいですね。いけるようですね。そして、ま、トップレーンにブラッドミアを置くことによってカルマ、ミッドカルマを置かれて統率の旗を使ってくるであろうというのも、ま、無効化できるいいバンピックでしたね。あのカジックスがそうですね、レベル2の段階1回キル取ったというのが大きかったですね。あそこで気づけていればというのが
思ってしまいますね。そうですね、確実にポジションを把握するためにも、まあ、レッドバフにワードを刺すべきであったはずですね。こう入っていくのはバレていましたから、相手の行動というのを冷静に予測できていればというシーンでした。まあ、ただ気持ちは分かるんですよ ね、 そうですね。もしいなかった場合においてガンクのルートが分からなくなってしまうので、レッドバフだけに刺すよりはレッドバフの裏に刺して相手の入ってくるルートは、そして相手のガンクルートというのを把握した方がいいですからね。その後の、まあ、レンジャーの動きとしてもワードがあるであろう位置を全く通らずに、まあ、回り込んでいったというところでも、まあ、動きを捉えることはできなかったと。ボットレーンから作り上げて、でもボットレーンをからボットレーンのプレッシャーからワンス選手が動く構成であったんですが、それをうまく作らせることができなかった。そしてそれを止めることができたカブムイスポーツは素晴らしい序盤のプレーの仕方でしたね。そしてああいった序盤の強さを手に入れると、まあ、途中データも出ていました。カブムイスポーツ勝利を逃さないと、まあ、取った有利から、まあ、カブムイスポーツ CBLOL というのもあって勢いがあるんですよね。なんというかその CBLOL で彼らが、新進気鋭のチームでありながら優勝しているというのはなんというか分かりますよね。いや、まあ、もちろんあのチームとしては古参なんですけれども、選手としては、まあ、新しいプレーが多いですから。特に AD キャリーのツタン選手は、まあ、17歳ですからね。そして17歳で今年度の MVP と、まあ、最優秀ルーキー賞を取ったという AD キャリーですから、だからこのグループ B のこの2日目を見るまではカブム e スポーツよりはそうキードキャニッツの方がいいのかなとは思っていたんですけど、ずっとそうですね、勢いあっていいですね。そうですね、なんていうかブラジルは新しいプレーが続々と出てきているんだなというのを感じます。さあチーム、先ほどのゲームのブレイクダウン、パズ選手をダメージずいぶん出してますね。やはり常に戦い続けていたボットレーンで、まあ、耐えていたというのが大きくこのデータにも反映されています。一番出してますね、相手のタリアよりも多い21,900、相当な量ですね。ただやっぱり、まあ、タリアのダメージの出し方、まあ、ロームをしてキルを一瞬で取るチャンピオンなんですけど、ここまでしっかりと DPS が出せていることと、あとは、まあ、カジックスが 14,544 ちゃんと出していることなんですよね。まあ、カジックスなのでどちらかというとバーストダメージですから、継続的にダメージが出るタイプではないので、スノーボールをしたとしてもまあ少なかったりはするんですけれども、まあ、しっかりと戦っていたんだなというのはよくわかりますね。何度もダメージを与えて、味方に対して有利を作るような動きができていたというのがこのグラフからもわかりますね。そしてドラゴンもそれによって管理できていましたし、今回出たドラゴンはマウンテン2つにインファーナル2つでしたから、めちゃくちゃなドラゴンですね。はい、おいしいカブームとしてはスノーボールをまあ助けるようなそういったドラゴンになっていましたね。あとは、まあ、チータン選手の陣、アルティメットのタイミング、そしてアルティメットのスキルショット精度いいですね。やはりうまいですね。あのボットレーンのところゆとりもやし、少し上に出ただけだったんですけど、そこも狙ってきていたからこそ落とされてしまったというシーンもありましたから、ちょっとずらして打つって結構難しいんですけどね。ボディブロックはしてるの分かっていても、そこからさらにまあずらしてどこに行くのかという、まあ、予想も含まれますからね。的確に狙ってきましたね。このまあ、4日目に来て、まあ、さらにまあ彼の精度が増しているのかなという感じが、まあ、このゲームとそしてその1個前のゲームのチームを見ていても思いましたね。さあそれでは続きましてゲーム4になります。ゲーム4はダイヤウルブス VS スーパーマッシブ e スポーツ、こちらの試合をお届けいたします。それでは一度インターバルとなりますので失礼いたします。